東京に着きました。今は10時47分ですけど、めちゃくちゃ人います。タクシーでスタジオに向かいます。下田新なんか品川新幹線の品川駅からそのスタジオは電車で行けって書いてあった、そのマネージャーの連絡から、くそタクシー乗ったあかんかった、吉本のケチやろうね。あ、でも JR 見えたんでちょっと乗りますわ。くそ全部タクシーで行けるようにやりたい、ボケくそだ。ただいま1時40分、リハーサルというか、皆さんとのスタジオ入りの音合わせが終わりました。ロジャーさんお疲れ様でした。お疲れさん明日、はい、緊張するな。見てください、これ私こうもう古いでしょ、この入れ物が。そうですよね、これは、うん、何を吹くかね、何を弾くか、うん、まあ、三振。これ買い張ったんですか。いや、これがじいちゃんの片身です。おじいの、おじいの、おじいがずっと弾いてたやつを。ビリーにそんな歌ありましたよね。そう、三振の花でな、ね、譲り受けて、え、でまあ当時で38万とか、はい、うわあ、で本物や、革も塗り替えてっていうので、はいはい、最後俺が継承してんのよ。え、家にずっと置いてあったんですか。そう、家にずっと置いてて、弾くネタでも使わないし、はいはい、あんまイメージないですね、うん、そうそうそう、確かに指鳴らしでたまに弾いたりするんだったけど、はいはい、今回このお話いただいて、ねえ、これ猛練習して、いや、めっちゃ良かったですよ。約13年ぶりに三振を人前で弾くんですけど、豊スピット、久々に指震えるで、これ関西弁も肺のおもろいですね、指震えるで。これ耐えたら一個男として伸びそうだな。いや、確かにもう十分です。結構天井は叩いてるイメージありますけど明日よろしくお願いします。頑張りましょう。ありがとうございます、ロジャーさん。頑張りましょう。お疲れ様、いいですか。お疲れ様です。明日よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。今から豊洲ピッツへ、ピットへ向かいます。お世話に何して、へ、西鉄イン日本橋店はなんと、なんか会員登録したら、チェックアウト1時間延ばしてくれるということだったので、ゆっくりできました。今から、タクシーに乗って豊洲ピットに向かいます。ピット、ピッタ、お花見もみんなしてましたよね。この、そうですね、今、そうですね、今がちょっと、満開ぐらいの感じですね。ねえ、やっぱさ、東京も咲いてないですね。ほとんど咲いてません。から一気にね。そう、から一気に、こんな感じで一気に。ねえ。雨降らんといてほしいですね。でも。そうだ、本当本当ね。ねえ、枯れちゃう、散っちゃうから。ねえ。あ、あれか、トイスピット。おお。うわ、ほんまや、何もなさそうや。ちょっとね、東武スーパーかなんか、その、ララポートに行く、ちょっと途中にはあったと思うんですよね。いや、でも確かに、ララポートまで歩くのちょっと遠いですね。400メーターとか、なんか、10分ぐらい近くある。まあちょっと暇やったら歩いてみます。ここでよろしい。あ、ここで、どうやって入るやろ。あ、ここから多分。はい。あ、入れるかな？関係者席が。あ、いいですか？ちょっと入っていただいて。もうちょっと穴開いちゃうんですか？あ、入れ、全然入っちゃって大丈夫です。いいですか？
すごいぜ。思ってたよりライブ会場。です、OK です、はい、また、はい、OK です。今はこの、流れを自分の中で書いてまとめてます。この、わけのわからない数式みたいなやつはトランペットの音ですね。ラーとかを、ある程度やってたら G とか A とかでやるんです。じゃないとトランペットとかギターとかそれぞれが出すラーってラーじゃなくて、みんな音域がそれぞれこうあるんでっていうので共通で H を出すっていう、これむずいな。え、2人で歌うってことですか？いや、歌わない。え、ちょっと今 Vlog を撮ってるんで。あ、これの。そうです。ゲスト、キニオキニ、キニオキニ、キニオキニ。その荒くしないでください。雑に使わないで。久しぶりやな、もう。久しぶりです、ほんまに。元気？元気にやってますよ、なんとか。なんかめっちゃ仕事あるらしいな。そうやな。忙しいふりしてるだけ。すごいな。一人でロケとか行って。そうです。あと河野さんとね、ど根性とね。NGK のあの夜公演とか MC。すごいやん。河野さんにおんぶに抱っこですけど、それに関して。ありがとうございます。今日はラッパでさ。あ、そうです。これラッパです、私が。ラッパで出ます。トランペットです、これ。完全トランペットです、これ。これはずっとやってました、学生の時に。あ、そうなんですか。なんでずっと買ったんですか。そうそう、一緒のさん。一応言ってはいる。そうそうそう。ね、ゲスト枠ですよね。ありがとうございます。ちょっと。うん、勉強でー。いやどうしたんですか。近くに名前がいる。マジっすか。行く、行ってみる。蓋閉じよ。え、どうすんの、こんなとこラーメン屋あるね。え、ほんまっすよ。入ってるかわかんない。あの、持ってないね。え、ワンチャン、ワンチャン電話もないね。 We don't know where the other。私たちは外国に来てしまいました。すごいな。なんで馴染めてんねん。今から1600円のビーガンラーメンを食べます。辻さん、いただきます。めっちゃうまい、これ。これめっちゃうまそうっすね。これビーガンだよ、ビーガン。ビーガン、ブロッコリー入っとるかな。いただきます。うわ、ベース出ないんですけど、こんな感じになってる。メイクさんにモリモリにしてもらってます。おお、すごい、すごいわ。この後もう3分後には本番です。本番です。頑張りましょうね、ラジャさん。トーマイさん、よろしくお願いします。すごい東京です、背景が。おもろ、こうやって見たらめっちゃおもろいっすね。頑張ってきます。はっ、天なさい。よいしょ、すごい。
今、ダッシュで今から終電に乗ります。楽しかった。いやでもちょっともう怒涛の毎日でした。ちょっとネタも書かなあかんし、トランペット練習しなあかんして、ほんまジュースさんみんなどうしてんやろと思うけど、以上、Vlog でした。バイバイ。よかったと思った方、いいね、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。あとは、ブー！ごきげんよう。